ドルフィンウェーブ。コーチってさ、家どっち？寮に住んでるなら私と一緒か？帰り道途中までアイス食いながら帰ろうぜ。その辺に気に入ってる店もあるからさ。え？そりゃあんたのおごりだろ。カジノで勝ったじゃん。お金かけてないけどさ。あら、道の真ん中で騒いでいる庶民がいると思ったら。霧島の新人の隣にいた高知の庶民一号ね。それに最近エレンのチームにやり込められてスランプのエースじゃない。んだよ、誰かと思えば風見のとこのお嬢様じゃん。なんだよ、急に話しかけてきて。あんたもアイスおごってもらいたいわけ？そんなわけあるはずないでしょ。エレンを誰だと思ってるの。施しなんてもらわなくてもエレンのレベルなら好きな時に好きなだけお店を貸し切りにできるの。そこの庶民もおこぼれに預かったんだから聞いてみるといいわ。それに颯からしばらくは甘いもの食べちゃダメって釘も刺されてるのよ。自慢なんだかダイエットしてるんだが。ていうかエレン、その後ろにいる柄の悪い連中もあんたの知り合い？ああ、なんか羽振りのいい話してるな、姉ちゃん。カジノで買っただの、店貸し切っただのよ。俺らにもちょっと分けてくんねえか。少しでいいんだよ、頼むよ。なあ。はあ？投資っていうのはね、見込みがある人間に行うから価値があるの。あんたたちの価値は0円よ。おいバカ、下手に刺激せんなって。なんだとこの野郎、よっぽど俺たちを怒らせたいらしいな。来ないわね。そんなつもりはないというか、お金は払うから許してもらえないかしら。弱っ、さっきまでの上から目線はどこ行ったんだよ。別にいいでしょ、平和も金で買えるのよ。てか怖いのよこいつら、メイドたちも来ないし。いやお前、それでいいのかよ。いいのよ、お金はこういう時に使うの。あんたたちだってどんな目に遭うかわかんないんだし。怖い目に遭う方が嫌だ。いくらでもすぐにでも払うわ。おい、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。金を出すのか出さねえのかはっきりしちゃえ。そっちの連中もまとめて海に放り込んでもいいんだぜ。ごめんなさい、お金なら出すってば。彼女たちにも手渡さないで。おい、いい加減にしとけよお前ら。小さいガキ泣かしてエツに入ってんじゃねえぞ。なんだ、まずはお前から痛い目を見たいようだな。いえ、エレンお嬢様のメイドである我らにお任せを。おい、お任せっていうか警察呼んだ方が。ってマジか、一瞬でチンピラ組み伏せたぞ。俺の腕を離してくれ。ええ、すぐにお話しいたしますよ。その代わり、もう二度とお嬢様の前に姿を見せないでくださいません。助かった。もうどうしてすぐに助けてくれないのよ。あんたたちね、いつも私がピンチになってからしか助けに来ないじゃないのよ。元はといえば、お嬢様が相手を煽ったのもトラブルの一因。そこは反省していただかないと。あとは、
すぐにお金で解決しようとする姿勢もいかがなものかと。わかったってば。とにかく今日は帰るわよ。わたつみの治安について責任者に言っておかなきゃね。観光地ですので様々な方が来られるのは仕方ないですが、見回りを強化してもらえますか。なあメイドさん、一個だけこっそり聞いてもいいか。なんでございましょう。あんたわざとエレンがピンチになるまで助けないようにしてなかったか。はて何のことやら分かりかねますが、お嬢様は威勢がいい割にすぐに泣いたり謝ったりへたれたりするのが面白くは感じますね。そうかわざとなんだな。なんつうかいい趣味してると思うぜ。何をひそひそ喋ってるの。もう行くわよ。ま、あのメイドほどじゃないが見てて面白くはあるよな。風見のとこのお嬢様、庶民とか言って見下しているかと思えばすぐへたれるし謝るし、そのくせに私らも守ろうとしてたしな。偉そうだけどそういうとこは憎めない感じするよな。